議員内閣制。議員内閣制とは、内閣が、議会、特に会員の信任によって存立する制度。議員内閣制は、大統領制、朝鮮内閣制、議会統治制などと並ぶ、議会と政府との関係の点から見た、政治制度の分類の一つで、議会と政府、内閣とが分立した上で、政府は、議会、特に会員の信任によって存立する、政治制度である。 銀内閣制はイギリスで誕生した政治制度であり、そこでは首相が内閣を、内閣は多数党を、多数党は議会を、それぞれ統率、指導、統制し、議会の多数党は国民の投票によって決定される。銀内閣制を他の政治制度と比較すると、以下のような特徴によって表される。政治モデルとしては、アメリカ型大統領制は、 立法権と行政権を厳格に分離し権力の分散という点を強調し権力分立を施行するのに対し、イギリス型議員内閣制は立法権と行政権が政権等によって決され、強力な内閣のもとに権力の集中を容認する制度であるとされる。議員内閣制には集権制、集約制が見られるとされ、特にイギリスでは首相統治制、 二大政党制を背景に首相権力の強い議員内政となっている。しかし、日本では歴史的、制度的な点から長い間にわたり、議員内閣制のために権力の集中は生じないと見られてきたという指摘がある日本の議員内閣制。国民による公選によって選出される大統領とは異なり、議員内閣制における内閣は、 国民から直接選ばれるわけではないため、自らの民主的正当性の根拠について議会からの信任に依拠することにな。議員内閣制の下では、原理的には議会は内閣に優位することになり、アメリカ型の大統領制に比して、権力分立という自由主義的側面は後退することになるが、国民、有権者議会、議員内閣、首相、大臣行政各部、 官僚という権限の委任と監督の連鎖と、内閣議会、議員国民、有権者という責任の連鎖を構築することによって、行政の民主的コントロールを確保するとともに、議会、主に下院の多数党派が行政部の中枢機関を担うこととして、政治上の責任の所在を明確にして、民主主義的要請に応えようとする制度であるとされ、大統領制のもとでは、 大統領と議会とは別々に選出されるため民意は二元的に現れる二元代表制であるのに対し議員内閣制では議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するためには一元的に現れる一元代表制である。そして議員内閣制の下で議会と内閣の共同関係が破綻した際には内閣不信任決議内閣総辞職 議会解散権の行使のいずれかによって解決が図られる。議員内閣制では、議会多数派が政権を握ることになるため、基本的に与党の分裂や、連立与党の関係破綻などの問題を生じない、限り内閣提出法案は成立する。議員内閣制の下では立法及び、行政の統治責任は議会を支配し、現に内閣を組織している、政権等に一元化される。 議会選挙では、内閣与党の知的の良否、政策競争の優劣などの点から、国民の審判を仰ぐ子になる。以上の点は、立法府と行政府の厳格な分離を取り、大統領の任期が定められる一方、議会解散権がなく、大統領の所属政党と、議会多数派とが異なる場合も出現しやすい、アメリカ型の大統領制と異なるである。 議員内閣制の利点を実際に活かすことができるか否かは政治上の諸条件にかかっているとされ議会や政党に大落を生じる場合にはアメリカ型の大統領制よりもよりも大きな構造的な問題を抱えことになるとされる議員内閣制の問題点としては政権与党が議会の圧倒的多数を占めることになると独裁に陥りかねず他方で 政権与党が小政党の連立である場合には、政権基盤は著しく、不安定なものとなる点がある。議員内閣制の本質については解散権の有無と、関連して、責任本質説と、均衡本質説の対立がある。議員内閣制と、議会統治制、スイス型との違いについて、均衡本質説によれば、内閣の解散権の有無により、 責任本質説によれば、辞職の自由の有無により区別すべきとされる。議員内閣制の下で内閣に議会解散権が広く認められる、政治制度が取られるとき、議会には内閣に対する不信任決議、一方の内閣には議会解散権が認められているため、両者に意思の対立があれば、解散を経て、議会選挙を通じて国民がその問題に決着をつけることになる。 このことは、議員内閣制においては、議会の解散によって、選挙となれば、国民の審判にさらされるという緊張関係を常に生じていることを意味し、そのため、議員内閣制のもとではいつ選挙が行われても、国民からの支持を得られるように民意への接近という、動員が絶えず働くことになるとされる。実際の政党政治の下では議会において、多数を占める政党が政権を担う。 内閣を組織することから、この要素は、内閣と議会との間にではなく、与野党間、連立与党の格闘間、与党の主流派と、反主流派などにおいて働くとされる。また、国民の支持の厚い首相イコール党首を要する場合は、不信任決議とは、関わりなく、解散を行い、選挙に勝利することによって、議会の多数を確保することで、 さらに自党による政権期間を将来にわたって伸ばすことができる。不人気な首相が自ら辞任して後継自党党首に託すのもたったそれだけで国民の支持が回復することが現実にあり得るからである。このような考え方に対して議会解散権が不意打ちによって行使されることは防ぐべきとして制限的に位置づける考え方もある。イギリスでは2011年に 議会任期固定法が成立し、内閣不信任決議に対する解散権行使か、会員の3分の2以上の賛成による自主解散のみが認められることとなった。ただ、2016年6月23日にイギリスで行われた EU 離脱の是非を問う国民投票では離脱が多数を占めたが、会員では EU 残留派が多数を占めていたため、議会制民主主義と、 国民投票による民主主義の保護 EU 残留派と EU 離脱派の対立を解消するために会員の解散もその選択肢として取り上げられたが議会任期固定法により会員の任期途中での解散総選挙のハードルが高くなったため意思決定プロセスのあり方が注目されることとなった。議員内閣制は議会多数派、一般的には政党が内閣を組織して 政治を主導することから政党内閣制とも呼ばれる。一党で内閣が組織される場合には単独内閣、複数党で内閣が組織される場合には連立内閣と呼ばれ、また内閣には加わらないものの内閣の方針を基本的に支持する形をとることを閣外協力と呼ぶ。議員内閣制のもとでの内閣総理大臣に選出方法について、 イギリスでは二大政党制のもとで下院の第一党の党首が国王により首相に任命されるのが慣行となっている。日本やドイツでは議会で首相指名選挙が行われ連立政権となる場合には必ずしも第一党の党首が就任するわけでもない。例えば日本の細川森弘首相、羽田篤首相、村山富一首相は第一党の所属ではなかった。また、 ドイツのヘルムート・シュミットは、ビリー・ブラントの後を受けて、首相となったが、第二党の所属でしかも、党主職にもつかなか、ブラントが党主職に止まった。議員内閣制は、遠隔的には18世紀から19世紀にかけて、英国で王権と民権との喫鋼関係の中で、自然発生的に誕生し観光として確立されるに、至った制度である。 内閣制度の創造期において閣僚は国王の下牧とされ、国王は自由に閣僚を任免することができた。しかし、議会の力が大きくなり18世紀末に誕生した初期の議員内閣制では、内閣は君主と議会の双方に責任を負い、大臣の地位は君主の信任を受けて認められる地位であるとともに、議会の支持が得られなければ政治的根拠を失い、 自発的に辞職しなければならないとする政治制度が成立した。このように内閣が国家元首と議会の双方に対して責任を負うる意を二元主義型議員内政という。イギリスにおける選挙法による会員の地位向上など議会の優位がさらに進み、19世紀になると国家元首の任命権は形式的、名目的なものとなって1841年には 首相には議会の多数派投資を任命る慣行が成立し、議会の不信任決議により内閣は辞職しなければならないようになった。このように内閣が議会に対しての未責任を負うる意見を一元主義型議員内閣制という、一元主義型議員内閣制のもとでは大統領や君主などの元首は儀礼的な役割しか持たず、内閣が 実際の行政権を持つのが普通である。一元主義型議員内閣制を採用している国家は、イギリス、フランス第三、第四共和制、日本、ドイツ、スペイン、スウェーデン、オランダなどが挙げられる。内閣は、議会、特に会員に対して連帯して、責任を負い、分裂した状態で議会に対することはない。重要問題で首相と他の大臣が対立した場合、 閣内不統一、大臣が、閣内に留まったまま首相に対する反対派となることは許されず、首相に従うか辞任して反対派になるかを選ぶことになる。辞任を通じて、議会内の多数派に変動が起き、結果的に内閣が倒れることは許容される。内閣は、議会、特に会員の明示的あるいは暗黙的な多数派に、意拠しなければならない。議会、主に下院は、 内閣不信任決議を行うことによって、いつでも内閣を変えることができる。この時内閣は不信任決議に従って、総辞職するか議会の多数派を再形成するために解散するかを選択する。解散の後、選挙を経て新たに作られた議会の勢力により、内閣の命運が決まる。選挙で多数派形成に成功すれば、不信任された首相が引き続き政権を担当し、 失敗すれば、再任を諦め別の首相が任命されることになる。議会の優位がさらに進むと政府が完全に議会に従属する議会統治制が出現するが、これが好ましい政治形態であるかは疑問とされ、イギリスなどではこのような展開は見られないとされる。なお、反大統領制の下では、内閣が大統領と議会の双方に責任を負う二元主義型議員内閣制。 例、フランス第五共和制が見られるが、これは、初期の二元型議員内閣制における君主が、大統領に置き換えったものとして理解することができると、される。イギリスでは二大政党制のもと、庶民院、下院の第一党の党首が、首相に任命されるのが慣行となっている。例外状況として、第一党が明確ではないハングパーラメントが生じる、こともある。 日本やドイツのような議会による首相指名の手続きはない。閣僚の任命は首相の指名、申し出に基づいて国王が形式的に行うが、庶民員か貴族院、上院のいずれかに議席がなければ閣僚となることはできない。閣僚には約20名の閣議のメンバーとなる閣内大臣、そしてその他に閣外大臣がおり、その下に 政務時間が置かれている。与党所属の庶民議員のうち、約100名が行政府に席を置くこととなるといれ与党と内閣とは一体的で一元化されている。日本では内閣総理大臣その他の国務大臣は、議席の有無に関係なく議員出席の権利義務が定められている日本国憲法第63条。しかし、イギリスでは庶民員所属の閣僚は、 貴族院での審議に参加せず、反対に貴族院所属の閣僚は庶民院での審議に参加できないとされ、大院ではその院に属する閣外大臣や政務次官が審議に応じる形をとる。官僚は政治的中立性の原則のもとで選挙によって成立した政権に忠誠を尽くすととともに、指揮関係を乱すことのないよう議員であっても大臣ではない者との接触は、 されるという国会は、貴族院と庶民院からなる任意制をとっている。しかし、実際には、庶民員の優越が確立しているため、国民の代表である、庶民員がほぼ全てのことを決定できるようになっており、上院は形式的な存在に過ぎなくなっている。そのため、イギリスの場合、実質的には一員制に近い。行政府の長である連邦首相は、 連邦議会議員から選出され、内閣を組閣する議員内閣制をとっている。内閣は連邦政府と呼ばれる。連邦首相の任期は4年である。元首である連邦大統領は基本的に象徴的、儀礼的な権限しか持っていない。内閣の不信任案及び連邦議会の解散については短期政権となるのを防ぐため、 建設的不信任制という制度を採用している。建設的不信任制は憲法にあたるドイツ連邦共和国基本法で定められているもので、この制度の下では、ドイツ連邦議会は次の連邦首相候補を選出した後にしか内閣不信任案を提出できない。逆に首相の信任決議が否決された時以外、内閣は連邦議会を解散できない。 次の連邦首相を決めるとなると、連立政権で首相や副首相などのポストで様々な思惑が出てくるため、連邦首相の不信任は困難なこととなっており、1949年から2013年までの間に建設的不信任が可決されたのは、1982年にヘルムート・シミット政権が倒された時の一回のみである。建設的不信任性は、 バイマル共和制時代に、当格だけを目的とした内閣不信任が乱発された結果、後継首相も決まらず、政治が安定せず、ナチスの台頭を許してしまったことへの反省によるもで、ある。また、建設的不信任と、基本的に議会の解散がないこともあり、長期安定政権を生み出しやすい。スウェーデンは、代表正議会民主主義の国で、その立法機関は国会である。 スウェーデン国会は4年に一度選挙が行われる。行政府の長である総理大臣は国会議員から選出され内閣を組閣する議員内閣制をとっている。国会は一員制で議席は349議席。選挙制度は完全な比例代表制度であり、選挙の得票数により各政党に議席が振り分けられる。小政党の乱立を防止する観点から、 政党が一議席を獲得するためには、少なくとも相当票数の4%を獲得することが必要とされる。英国に次いで、長い議会政治の歴史を有するスウェーデンでは、1866年以降、地方議会の間接選挙を基盤とする、第一位及び直接選挙を基盤とする、第二位から構成される任政が採用されていたが、1971年に、 一員制に移行した。この背景には、貴族制、イギリス型もなくなり、連邦国家、ドイツ型でもないスウェーデンにおいて、多額の経費がかかる二員制を維持する理由はないとする、合理主義の思想があると考えられる。また、一員制の移行に伴い、議員総数も削減された。第二本帝国憲法においては、各大臣は天皇に責任を負う体制であり、 憲法上は議員内閣制ではなかった。ただし、対象デモクラシーの流れを受け、政党政治が活発となり、一時は憲政の上道として、観光的に議員内閣制が行われた。以下の条文から、日本国憲法は議員内閣制を採用しているものと理解されている。なお、日本国憲法は議員内閣制を採用したものではないとする。 少数説もある。小島和氏の主張のように、首相、内閣総理大臣が国会の指名によって定まること、日本国憲法第67条及び、衆議院院総選挙後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならないとされている点、日本国憲法第70条から、 日本国憲法の議員内閣制は伝統的なものとは言えずむしろ議会支配制議会、統治制の原理を浸透させたものであるとする見解もある。日本の内閣制度は官僚内閣制と表現されることがある。議員内閣制の下では国民、有権者議会、議員内閣、首相、大臣行政各部、官僚という権限の委任と監督の連鎖が本来、 生じる図であるが、日本の内閣制度の基本的特徴はこの権限委任の連鎖が首相以降の部分で断ち切られていることにあるとされる。内閣の意思決定は全会一致を基本原則とするが、各省庁は高い自律性を持つ官僚集団であり、大臣は各省庁の代表者としてその意思を代弁するものとなってしまい、また個々の政策決定には、 官僚の同意を必要とし、内閣の意思決定のためには、省庁の官僚間での調整が必要とされることとなり、首相が積極的に政策形成や意思決定、政策転換を行うことは困難となるという指摘がある。歴史的には日本では、戦前から朝鮮主義のもとで、権力分立の原理を意図的に持ち込み政党政治勢力を、 行政権から排除するる。運用がが、なされてきたとの指摘がある英国では与党と内閣は一体的で一元化されているのに、対し日本では与党が内閣に並立的に存在し、政務は首相以下の閣僚など、党務は幹事長以下の党役員が担い、個々の法案成立には与党による事前審査手続きが必要とされてきた。 政府と与党の権力の二重構造とも表現され、このような構造は政治過程を不透明で分かりにくいものにするとの指摘がある。事前審査制は1970年代に定着した日本独特の慣行で官僚が法案を説明し、与党議員は必要であれば直接政府側に修正を要求し得るとするものであるが、政党全体としての自律的主形成能力の 向上を妨げる政官関係の固定化、国会での論戦を著しく制約するといった弊害が指摘される。日本においては衆議院の優越の関係から衆議院の多数派の支持を得た者が最終的に首相に指名され、また衆議院のみが内閣不信任を決議でき、参議院は政治的身を有するにとどまる問責決のみ、一方内閣は 衆議院のみ解散できる、参議院は解散できない。このようなことから日本において実質的に議員内閣制の関係が成立しているのは内閣と衆議院の間だけで内閣と参議院の間ではこのような関係が成立していないとの指摘がある。問題とされるのは衆議院の多数派を形成して内閣を組織している政権党が参議院での多数を失っている場合に 立法活動が滞るという点である、ねじれ国会も参照。その原因としては日本では、議員内閣制を採用するにしては、上院、参議院が強すぎるという問題があるとされる。憲法上、法律案については、参議院の支持を得られなければ、衆議院は3分の2で再可決して成立させることができると衆議院の優越について定めてはいるが、 この要件を満たすことは非常に難しく容易でない。また、このような制度上の特質は内閣の存立が参議院選挙の結果にも左右されることとなり、現行憲法下では、衆参の国政選挙がおよそ1年6ヶ月ごとと頻繁に行われており、安定政権の不存在の要因になっているとの指摘がある。議員内閣制を取るヨーロッパの国々では、 会員の任期は4年以上で、上下両院では選出方法が大きく異なり、上院での選挙結果が内閣の存立を左右することはないとされ、かつて参議院は衆議院のカーボンコピーと揶揄されたが、1989年、平成元年の参議院選挙以降、与野党間の差は縮まり、連立内閣の組織や重要法案の成否などの点において、 参議院は影響力を高めている。参議院議員には首相の解散権が及ばないため直接的に牽制する手段はない。そのため、衆参でねじれが生じて参議院が法案を支持しないと見られる場合に首相が衆議院で法案を再議決できるだけの多数を得るため、あるいは参議院の本意を促すために衆議院の解散が行われることもある。例として優勢解散。 議員内閣制のもとでは、国民、有権者議会、議員内閣、首相、大臣行政各部、官僚という権限の委任と監督の連鎖を生じる。しかし、日本の参議院における民意の反映の仕方は、内閣統治に必要な権力の融合を難しく、しているとの指摘がある。そこで、参議院の内閣総理大臣の指名を削除するなど一員性的な、ものに編成を改め、 衆議院総選挙を実質的な首相選出の選挙として直結させ、首相の地位、民主的正当性を高めるなど政府、首相と国民との関係を明確なものにすべきとの意見もある。2000年、平成12年4月にまとめられた参議院議長の指摘諮問機関である参議院の将来像を考える有識者懇談会の意見書では、衆参の役割分担を明確にすべきとし、 衆議院での再議決要件を3分の2以上から過半数に改める参議院の内閣総理大臣指名の権限を廃止する参議院からの閣僚就任を自粛する等の内容が盛り込まれたがこのような改革論には参議院側からの強い反発がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。